夢を追い求める姿勢に称賛の嵐。平野志陽デジハリ CM がコミュニティに大きな影響を与える。ナンバー、愛の平野志陽が主演したデジタルハリウッド大学のテレビ CM、みんなを生きるな、自分を生きよう。2024、編が16日に放送されたテレビ朝日系、ミュージックステーション、2時間 SP 内で注目を集め、コミュニティに大きな反響をもたらしています。 同 CM は午後10時に YouTube でも公開され、その影響力はさらに拡大しています。CM は夢に悩む後輩が平野に相談するストーリーで、その中で平野は夢を追い求める困難さや途中での諦めたくなる瞬間について真摯な言葉で語りかけます。最終的に自分の道は自分で選ぶしかないっしょ、という力強いエールで締めくくられ、視聴者たちに夢への挑戦を促しています。 地上波60秒 CM が一夜限りの放送となり、視聴者たちは平野の説得力ある演技と素敵なメッセージに感動しました。コメント欄には、平野くんの笑顔をまた見ることができて本当に嬉しい、かの目がとっても綺麗で、1分間が一瞬でしたといった感想が寄せられ、コミュニティ全体で共感が広がっています。 CM を見た視聴者の中には、通常は CM を飛ばすことが多いという人もいましたが、平野の魅力的な横顔と長回しの CM に引き込まれ、結局見入ってしまったというエピソードもあります。彼の影響力はデジハリ CM だけでなく、サントリージンミス、SUI の CM、平野の仕を初めてのミスジンソーダにも広がり、ファンの期待は日々高まっています。 かつてはジャニーズ事務所を離れると難しい道が待っていた時期もあった平野の行ですが、今では驚異的な活躍を見せています。ファンは彼がミュージックステーションにも出演してくれることを期待しており、その期待感が SNS 上で共有されています。この CM が引き起こしたコミュニティの感動と共感は、単なる広告効果を超えて、夢を追いかける人々に新たな希望と活力をもたらしています。 平野紫仕様のパフォーマンスが社会的な影響を生む中、彼の夢への情熱が視聴者たちに響き渡り、新たな挑戦への勇気を与えています。この CM が放送されたことで、平野紫仕様のファンたちは彼の多彩な一面に再び感動しました。また、平野くんの最近の活躍ぶりについても触れられ、彼のサントリー人ミス、SUI の新しい CM についての言及もありました。旧ジャニーズからの脱退後も、 平野紫仕様は驚異的な活躍を見せ、ファンたちは今後もその成長を期待しています。平野紫仕様の CM は単なる広告ではなく、夢と希望をテーマにした社会に寄り添うメッセージとして捉えられています。彼の言葉や演技は多くの人に勇気や元気を与え、社会にポジティブな影響をもたらしています。今後も平野紫仕様の新たな挑戦とメッセージに期待は高まります。